どうも、ねずっちです。年末年始、牛乳がですね、大量に余ることが懸念されているそうですね。岸田総理がね、いつもより一杯多く飲んでっていうね、異例の呼びかけをしたんですね。まあ牛乳好きだから別にね、全然飲みますけどね。まあだけど子供の頃からね、親にね、体が強くなるから牛乳飲みなさいってこう言われましてね。ところがうちの親父はね、牛乳が好きじゃなかったんですよ。したら母親が怒りましてね、子供に飲め飲め言ってんだから、あんたが飲まなかったら示しつかないでしょつってね。で、親父が、いや俺牛乳飲むとお腹下しちゃうんだよ、いいから飲みなさいっつってね、その状況を見ながら思いましたね。牛乳だけに乳絞られてるなってね、親父は思ってたんでしょうね。牛乳だけにもう嫌だっつってね、今だったらね、スマホかなんかでその怒られてるで姿面白いからこう写真撮りますけどね、多分親父怒るでしょうね。おいお前何撮ってんだっつってね、そう言われたら後悔しますよ。牛乳だけに、はいチーズっつってね。あれだね、その時撮るスマホは最新型がいいね。だって最新型もね、そしてチーズもどちらも乳製品ってね。ねずっちです。ではまた。